東京高東区長選挙をめぐる公職選挙法違反事件で、東京地検特捜部が衆議院議員の柿沢美人容疑者を逮捕しました。特捜部に先ほど逮捕されたのは、衆議院議員の柿沢美人容疑者やその秘書らです。柿沢容疑者は4月の高東区長選挙の前に区議らを買収したほか、 木村弥生前区長の有料広告をインターネット上に違法に掲載した疑いが持たれています特捜部はこれまでに柿沢容疑者の議員会館にある事務所や自宅のほか秘書や高等区議の自宅などへの家宅捜索を行っています関係者によりますと柿沢容疑者は特捜部の任意聴取に対して現金の配布を認めた上で 買収の趣旨については否定していたということです。